3、2、1、0。9月6日の朝、おはようございます。今日も世界一コムが好きやからコム屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でキュッ。先日目玉商品コーナーなるものを発見。近寄ってみるとキャンディーばっかし、他のものはないのかなと思って探してみたけど何もない。よーく見ると飴玉商品コーナーであった。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。冷ややっこに塩昆布を乗せて食べると素晴らしいお酒のつまみになります。豆腐の水分をよーく吸い取るまで乗せておくのがコツです。どうか塩昆布トッピング、あなたも試してみませんか。店長まっちゃん、ファックス大好き。電話しろよ。